どうもクローバーズためだとです。2024年10月30日カンさんのベストアルバムアイデアズ3 The Very Best of カン、そしてブルーレイディスクバンドライブツアー2022カッコ25歳2つの作品が発売されます。買ってください。少しだけ、久しぶりに自己紹介をすると、沖縄の映像制作チームクローバーズの代表を務めています。クローバーズというのは僕の映画制作した最初の作品のタイトルでもあると同時に、今個人事業主として映像制作してるんですが、監督、脚本、撮影、編集全て行ってるんですけど、その屋号がクローバーズだったりします。僕がカンさんの音楽に初めて出会ったのは1987年デビューアルバムテレビの中に、このアルバムを聴いた時に、あ、こういうアーティストがいるんだっていう、すごい衝撃を受けたのは、セルロイドシティも日が暮れてというそのイントロを聞いた時に、あ、ビリージョエルみたいっていう、その日本でもこういう曲を作れる人いるんだっていう、そういうなんかこう衝撃というか、今みたいに強くこう、もう大ファンとかスタキンとかっていう感覚ではないんですけど、あ、面白い、なんかアーティストが生まれたなぐらいの感覚だったんですね。それがガールトゥラブ、3番目の部分ガールトゥラブを聞いた時に、このアルバムすごい重要なアルバムだと思っていて、この君はうるさいという曲とイエスのアイラブユーっていう、この2曲にもう打ち抜かれたというか、カンさんらしさ、その前のアルバムまではなんかそうおしゃれな音楽、素敵なアレンジとかこうピアノで演奏してくれる素敵なミュージシャンだなぐらいだったんですけど、もう This is カンっていう、もうカンさんのこのカラーがもう本当に強く打ち出されたのは、君はうるさいっていう曲じゃないかなと。もうユーモアというか、もうなんか一本のコメディ映画、青春映画をもうその一曲で表現されたみたいな、もうその後またイエズのアイラブユーっていうね、またその打ち抜かれるんですけど、この2曲聴いた時に、あ、すごいってもう本当にハマってしまって、それからずっともう今日までカンさんの大ファンでいます。買ってください。カンさんはもう知ってる人は、あ、ユーモアのある天才音楽家でしょって、もう素敵なメイクたくさん抱えてる人でしょって言うと思うんですけど、そうじゃない人は愛は勝つぐらいしか知らなくて、あ、愛は勝ついい曲だね、でも一発屋でしょとか言うんですけど、本当に聴いてくださいとしか言えないんですけど、僕の心のカンさんのベスト10ランキングつけた時に、愛は勝つはベスト10に入らないぐらいそれ以上の名曲がたくさんあるんですよ。だこのもうこれからカンを聴きたいとか、カンさんの音楽を触れてみようという方は、ザ・ベリーベスト・オブ・カン、こういうして聴いていただきたい。買ってください。天才音楽家、もうユーモアにあふれた名曲をたくさん生み出してくれた、そんなカンさんは2023年11月12日本当に天使になってしまって、本当に音楽の星に行ってしまって、もう新曲を地球でリリースすることがなくなってしまったんですけど、もう僕このロスという経験をして初めてで、僕小学校から今の京志郎さんが好きで、京志郎さんがこうお亡くなりになられた時もなんとなく受け入れられてたんですよ。何度かこう癌で体調崩されて、あ、もう多分っていうのも、予告って予知めいたものもあって、それでなんか受け入れられてたんですけど、カンさんに関してはもう本当に X とかチェックしたりとか、そういうなんかこう、あ、なんかすごくなんか復活するんだろうなっていう、その例えばこうニューアルバムとか出してなんか復活なんかこうしてくれるんだろうなと思ってたのが、もう本当にラジオも聞いたりとか、なんか本当にカンさんっていなくならないと思ってたので、もうその日も僕は X をこうチェックしたりとか、そういうふうにこうカンさんに触れてたのが、なんか突然ニュースで天使になっちゃいましたというか、そういう見た時に僕もう衝撃すぎて、もういなくならないと思ってたので、いなくなるはずがないと思っていて、来年あたりニューアルバム引っ提げて復活するんだろうなとか思ってたので、
もう初めてこうなんかロス、本当にロスというか、もう家族がうつ病になったんじゃないのって思うぐらい口数も少なくなり、本当にそのぐらいいなくなるのが信じられない出来事だったんですね。それがもう本当に初めてでした。もう本当にこんなにこう喪失感っていうのを感じるのかっていう、人生で初めて経験したこのロスという感情をどうやって乗り越えたのかというと、ラジオでわびさびレディオショー、根本さんと馬場さんが、まあもともと菅さんも含めてやってたんですけど、その番組を聞いてたら、この根本かなめさんが夢を見たっていう話をしていて、もう突然菅さんの追悼コンサートの現場にいて、どうしよう、何か演奏しなきゃって時に、アイカツなら演奏できる、でも歌詞がっていう時に菅さんが現れて、あ、俺歌いますよって。そしたらみんなが、いやいや、お前の追悼コンサートだろうがって、みんなでなんか笑ったっていう夢を見て、その夢から覚めた時に根本さんこう大号泣してたらしくて、でこの話を聞いた時になぜか僕も号泣して、あ、本当にいなくなったんだっていうのを受け入れられて、そっから菅さんの曲も聴けるようになって、ライブ DVD とか見れるようになって、そのロスを抜け出すことができたんですよ。菅さんは今でも時々 X を更新してくれたり、本当にいなくなったような気はまだしないんですけど、これからこの菅さんの今まで生み出してくれた名曲を今までと同じように聴き続けて、心の拠り所というか、そういうふうに一緒に生き続けたいなと思います。買ってください。菅さんのベストアルバム、アイデアズ3、ザ・ベリーベスト・オブ・カン、そしてブルーレイディスク、バンドライブツアー2022、カッコ25歳、10月30日発売になります。買ってください。この買ってくださいってお願いするには理由があるんです。ここからちょっとストッキンの皆さんが、そんな表現しないでよって嫌な顔するかもしれないんですけど、声を大にして言いたいのは、本当に売れてほしいんです。この2作品。そして、もうトップ10入りしてほしい。菅さんはお金になる。そう音楽業界に認知してほしいんです。アイディアズ3、そしてバンドライブツアー2022、過去25歳。この2つの商品が売れれば、金に汚い音楽業界の人たちは、もう、金になるなら今まで非公開だった音源とか、その作品をバンバン売り出してやるぞという気持ちになると思うんですよ。菅さんの作品をもっともっとこう世に広めてほしい、売り出してほしいという気持ちで、このアイデアズ3と25歳、2つの作品は大きなキーポイントになると思うので、この作品2つがトップ10入りしてくれれば、これからも菅さんの作品がバンバン世に広まるんじゃないかなと、販売してもらえるんじゃないかと、そういう下心で宣伝します。買ってください。例えばジョン・レノンさん、ジョン・レノンさんが亡くなった後、もう新曲とか新しい曲に触れることはないんだろうなって思ってたんですけど、音楽業界は金に汚い、音楽業界は売れるとなったら何でも出すんですよ。ジョン・レノンさんが作曲した名曲、ストロベリーフィールズフォーレバー、この曲のデモ音源、ギターを弾きながらアレンジを考えてる、なんかいくつかこう弾き、なんか何度もパターンを変えて演奏していて、なんか I can't do it, I can't do it とか、こうなんかこうブツブツ言いながらギターをこう何度もアレンジし直す、このデモ音源さえも売り出してるんですよ。金になるから、音楽業界とお金欲しいから。そうなると菅さんの作品がドーンと売れてしまえば、もしかしたらこれまで未公開だった音源、本当に例えばカンさんって歌詞を書くのは苦手だけど曲がもうたくさんストックがあるんだって言ってたんですよ。歌詞が載らなくても素晴らしい名曲埋もれてると思いませんか？それ聞けたらなーって。聞くとしたらどうすればいいんだろう。カンさんがお金になるということを音楽業界の主戦度たちに認知して、その音源を発表してもらおうっていう、そういう
なんかこう作戦を思いつき、今こうやってアピールしてます。買ってください。2022年、あの配信してましたよね、弾き語りばったり小さな時見つけた。あれ僕見逃してて、もうちょっと忙しい時期で情報ちょっとストップしてて、でパッて、わー配信してたんだってなった時の、もうしかもそれをもう見ることできないので、はーって残念だなと思ってたんですけど、もし菅さんのベストアルバム、ライブブルーディスク売れに売れたら、あの配信ディスク化しようぜっていう、このお金を愛する人たちが、まあこういう表現嫌なんですけど、やっぱり作品、音楽、映像、この私たちの手元に届けるためには商品化しないといけない、商品化するためには売れないといけない、売れる見込みがないと金に来たね音楽業界たち動かないですから本当に本当に菅さんの音楽をもっともっと広めようと思った時には、やっぱり今回のベストアルバムブレイディスカ売れるしかない強く思ってます。それで僕は自分の持ってる CD 配ったりとか、みんな聞いて聞いてとか紹介したりとかいろいろやってるんですけど、まあ普段は僕 YouTube で音楽レビューとか、あとの映画のレビューとか音楽紹介とかしてるんですけど、菅さんについては今触れてこなかったのは、やっぱりその菅さん取り上げるなら本当にいろいろもうこの原稿を書いて魅力を本当にもう今まで知らなかった人に伝えたいとかっていう、本当にやるなら徹底的にって思ってたのが、それで後回しになったんですけど、今回の2作品売れてもらわなきゃと思って緊急にこの動画を撮ることに決めました。買ってください。菅さんがアスカさんに音源を送って、それを根本かなめさんとアスカさんが何とか形にしようかとかって話もあったりとか、でもそれを形にした後売れなきゃディスク化してくれないと思うんですよ。そういうの含めて、やはり菅さんは金になる、何度も言います、菅さんは金になると音楽業界と認知してください。買ってください。実際に僕菅さんのライブには本当にもう行けなくて、もうラジオだったり皆さん のレビュー、このライブのレビューとか見て、あいいないいな羨ましいなって思いながらこう過ごしたんですけど、弾き語りばったりのレビューとか見てみると、菅さんがカバーしてるんですよ、いろんな曲を。ビートルズだったり、トータス松本さんの歌だったり、それを、例えば弾き語りばったり、カムベストカバー集とかって、もう音源絶対あるはずなので、それまた、もしかしたら、ある意味また違ったベスト版として出してくれるんじゃないかなとか、いろいろ期待しちゃうんですよ。それも、これも全て菅さんが売れなきゃ、今回の2作品売れなきゃ、実現しないと思うので、まあ、本当に実現できるかどうか別として、可能性として、菅さんの作品が本当にトップ10入りするぐらい売れてくれれば、これからもそういうふうにこうサプライズ的に菅さんの作品に触れることができるんじゃないかなっていう思いで、今こうやってアピールします。買ってください。いろいろと音楽業界金に汚いとか言ってすみません、ただちょっとこのアピールしたかっただけなので、本当には思ってないです。音楽業界と純粋に音楽、菅さんの音楽を愛していて、より広めたいよと思ってる業界の方多いと思うんですよ。でもそのやっぱり制作サイド、この予算がなければ、この売れる見込みがなければ形にすることはできないと思うので、お金になるんだよって、菅さんの作品売れますよっていう、そのファン、業界人一体となってこう力を合わせるためにも、今回のアイデア3、そしてブルーレイライブの25歳両方が売れなきゃいけないなと思うので、皆さん買いましょう。菅さん過損しないです、名曲ばっかり、そして映像がきっと楽しいはず、もう買って損しない、ぜひ購入してください。あ、それからさっき言ったこの撮影準備してる時に、カン・イン・ザ・ラッキー・ラクーンの販売が決定したそうなので、リンクをしておきますので、ぜひそちらを購入してください。菅さんのいろんなこう今までの記事をぎゅっと集めてるらしいので、それもまたカンファンとしては楽しめると思います。買ってください。菅さんの本当に笑って泣ける素敵な音楽がたくさん
な人に届くようにみんなでこう力を合わせてこう売り上げを伸ばしていけたらなと思っています。僕もこれからまたあの知り合いにこの紹介したりとか貸した CD 返してもらってまた別に貸したりとかということをしていきますので、皆さんもこう感謝の音楽をたくさんの人に広めていただけたらなと思います。それではまた。